はい、どうもこんばんは、かずくらです。坂井さんだーだ。さあ、そんなわけで今日はここをもっときれいにしよう企画。あいつら外来種というか、ほんと有害な生物をやっつけよう。そうしよう。ということで行ってみましょう。具体的に波動するんだい。卵は一番楽ではあるんだけど、手裏感がわからなかったんだよな。うんうん、やってみたけどね。あー違う、スニッパーの卵や。やった、テンション上がってる。一回ちょっと実験も含めてだな。ちょっとシュリーカーのやつ出るまでちょっとやってみようか。これきた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 、出るはずなんだけどな。暗い暗い。出るよねこれ。出てきた出てきた、全然出てきた、全然出てきた。横からこんにちはって。強い。いや、僕らやってない、僕らいろんな意味で。おら2発で死んじゃった。よくゴーレムさん、いってっ。サイバーのノックバックの剣どこ行っちゃったんだろう。うわー、落ちちゃった。全ロス。大事なやつ全ロスよ。もうちゃんと、まずい。サンダーの剣がなくなった。ノックバック取ってくるねー。あ、倒してくれ倒してくれた。あ、これなんか散らばってるよ、誰かの。サンダーのじゃない？本当だ、ありがとう。やっぱ湧くわ。うん、全然湧く。健常品を整えて物々交換しに行く。え、卵を手に入れに。うんうん。どういうこと？サンダーいろんな国に捨てがあるから。え、持ってる人いんのこれ。確認してくるね。うん、いや卵なくなってたんだって。正直前3つ4つあったはずのやつがゼロになってて、誰か取ったなって思う。どこのやつ？このマグさん仕分け機。なるほどね、なくなってたから。とりあえず見つけた。はみつけたよ。え、あるの？なんかプレゼントでも作るかい。え、卵見つけた？もうちょっとどこにあるかは教えられないんだけど。え、やっぱ、え、盗まれたんじゃない？1つぐらい持ってくることはできる。こっから。いやいや、実力で出したのか。そうだね。卵ボックスのところにね、本来はあったんだけどなくなっちゃったんだよね。何か交換のプレゼント作ってよ。そしたら何個あった？3つ。3つ？うんうん。あれあれ、前亡くなった数と一緒だ。それは彼らの潔白を証明するよ、サンダーが。そうかそうか。うんなら、うんうん。いや、出したかったな。でも1時間ぐらいやってるから、すでに。やっぱ出ないんか。1つだけもらおうか。1つだけもらおう。1つだけ。バレバレないバレない。いやいや、一つやってみて、まあ、まずあっこ作るのすごい大変だからね。ブツブツ交換、そうだね。また将来的にお礼のスネハ準備してくれよ。とね、物がなくてね。サンダーのスニッパーの卵、信頼度に関わるから今後の栄養活動に。じゃあ分かった、代わりにスニッパーの卵入れてくるよ。なんだ、彼らにこれを。幸運の卵だ。いいじゃん。はい、よし。まあまあ地獄のはずだこれ。はい、減ってるよなこれ。減ってるといいね。よし、では今から、作戦を開始する。ウォーデンのビームハイが20マスと聞いた。はい、なので、まああれより、まあそれ考えると、うんうん、30マス上に作ろうかなと。中間地点を取って30マス。オッケー。なので足場を30で立てる必要がある、まずは。はい、あの深いところより。で、これを今潜って30マス分だけ置いてくると。はい、いってらっしゃい。参る、行ってきます。いってらっしゃい。うわー、しんどい。ビームがすごいぞ。よし、30マス分は置いた。ナイス。どうしよう。すればいいんでしょ。お部屋を。お部屋を作るんだけど、どうしよう。ガラスで作る？ガラスがいいんじゃないかな。よし、ガラス購入済み。3×3 の空間を作ろうと思う。はい。最小限の 3×3 だ。将来壊す可能性もあるから。わかった。まだテスト段階だからな。そう。外来種導入。ではマイクラ界のマングース、外来種を入れて沖縄のようにいい感じの駆除をやっていこう。はい、きっつ。うわー、外来種の巣窟やで。ここ見えない見えない、ビームで見えない、むしろ。もう、うーわ、すごい。そうだよね、
すごいぞこれ。少しのブロックを押す置くだけでも結構地獄よ。待って、これ透明化使った方がいいかもしれん。これは飲んで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 、ほいほい、震えるがいい。お前たち生きてるなよ、わらわら。震えるがいい。ブル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 。うーわ、すごい量だ。でも本当にガタ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 。こちら順調、ナイス。順調に物事進んでいる。全部カズクラの方に寄ってってる気がする。こういう危険なら上にいないもん。オラがやらないといけないんだ、うん、このワールドのため。ふふ、頼もしいな。よしよし、オッケー、ナイス。よし、一旦よし、はい、よし。あとは卵と名札、はい。これにより卵、名札はあるでしょ。なマングースに敬意を。よし、マングースという名前にする、はい、わらわら。これによりマングースが沖縄のハブを絶滅に追い込んだと。尊敬だ。絶滅、要はマングース、あの毒蛇みたいなもんだからな、あいつらは。で、行ってくる。行ってらっしゃい。よし、では召喚する。はい、よし、マングース名前オッケー。ナイス。これどうだろう、暗くて見えないんだけど。さあマングースよ、お前の本気を見せる時がやってきたようだ。この毒蛇のごとくこいつら駆除してもらえるか。怒ってる怒ってる、頑張れ。うわー、入った入った。なんか動いてるの見える気がする。行ったね今、行った、入って、完全に入った攻撃。すごいすごい、きたこれ。バックしてた、いいじゃん。これで少しずつおまたまた反応してるぞ。いいぞいいぞ、効果は抜群だ。だいたい1分に1体ぐらい倒してくれるのかもしれんこれ。いいじゃん、エスビーム。うーわ、もう一撃。うーわ、いってるいってるいってんじゃん。あと1個いたらもう壊滅は間違いないね。今も時間を置くと壊滅するのは間違いないと思うんだけど。うんうん、もう1個30マス上に置いたらいいねいいね、いくよねこれ。やっちゃう。もう1個あったっけ。いけてる気がする。もう1個あったでしょ、さっきの幸運の卵。もう1個あるけど。え、あっちに3つ持ってるって言ってなかった。もらう気満々なのやめなよ。サンダー爆笑中でしょ。いや、このワールドのためだから。いいのかな、このワールドのため。それは返そう今度。わかった、すごいすごい。1人くらい入ってきてくれたら交渉できるんだけどな。今日は誰も来ないか。今日誰もね、来てないから、うん、うわー、飛ばすな。すげえすげえ、ウォーデン、ウォーデンすげえっすわ。サンダーの卵、全部寄付しとくか。うん、取り急ぎね。いや、さっき名札に2個あるっていうことはそういうことでしょ。もう一体やろうよっていう。違うし、サンダー爆笑中。分かってんだ分かってんだこれ。とりあえず置いておくね。スポーンエッグと引き換えにそれ置いとくから。おっ、マングース作りました。こちらも卵を交換してきたから、ありがとう。よしよし、では最後ここのフロアに、設置していく。はい、ここの人類のため、我々はこんな汚れ役でも何でもやってのけるしかない。元凶が自分なんだけどね。違う。うわ、どうしよう、こん中に入り込んじゃった誰か。よし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 、なに、なに、そんなことある。大丈夫大丈夫大丈夫、違うんだよな、我らは純粋に海が作りたかっただけ。そう、誰がこんなエルダーガーディアンだらけの場所を作りたいと思う。そうだそうだ、召喚マングース。オッケー、いいね、来た来た来た、マングース来た。怒ってる怒ってる怒ってるね、完全に怒ってるね、怒っちゃってる怒っちゃってる。弾き出せ。はい、マングースを怒らせてしまったようだな。いた、オラだ、オラのことだこれ。いて、いて、いて、なんでだよ、オラだったこれ。わらわら、怒ってる怒ってる、下も下も働いてるし。お、怒ってる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 怒った怒った。あんな騒がしくされたらさ、外でね、ビーム出してさ、ね、イカ倒して、そりゃ迷惑だよね。うん、あの割にビーム出さないの。来た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 、あ、いい、入りました、ビーム入りました一発。いいね。うわー、へ、落ちた落ちた落ちた、一桁になったんじゃない、効果的面。1234567888体や、すごくない、
最初と比べて全然違う。びっくりするでしょマグさん。これは褒めてもらえるね。これは褒めてもらえるよ。いや機能してるなちゃんと。いい感じ。嬉しいな。ここまで機能するとは。落ちた。4体だよ。どんどん減ってるね。いやすごい労働力たったの3体だからね。そうだね。ちょっと今までサウンドを敵対生物オフにしてたけど、うんうん、増やせるんじゃない。うんうん増やせる。結構もうビリビリの音がいい。ビリビリの音がない。ビリビリの代わりにオーデンさんの落としますけど。まあまあまあ、わらわら。そっちのサウンドあるけど。来たね、来たね。どちらが耳障りかというと、ビリビリさんだからね。そうそう、耳障りな音はね、ビリビリさんだから。うんうん。うわ、やば。完璧。完璧すぎる、これ。10より少ないって最高だね。ほんとだね。ノーリスクでマングースを入れることができて、うんうん、こんな未来来たか。平和が訪れたようだ。ただの平和来たね。いやいや、ということでこの世界に平和が訪れたということで、お後がよろしいようで。はい。いやみんなもお後がよろしいようで。はい、今回は外来種についてね、いろいろ考える、うんうん、ね、国際的にも生態系を崩すとかいろいろありますが、うちの方ではこの外来種が、そんな大きな問題だったか。そう、外来種が活躍してくれました。はい、やはり適材適所、すべてを理解していたらちゃんと分かり合えるということなんじゃないでしょうか。お後がよろしいようで、この天才システムね、システムみんなも使っていいから、サンダー爆笑中、もしよかったら使ってみてください、どの場面で。浮いてきちゃった、浮いてきちゃった、やっべー。何か、やばば、まずいぞ。上の守り神として置いておくといいよ。あれサンダー近づいちゃダメ、マジで。わかった、やばい、生まれちゃった。わらわら。だからそこをあれ直せるから、もうあれのおかげで一番下のオーデンいなくなっちゃったから、わかった。ふふふ、殴ってる。全部綺麗にしてくる。お掃除屋さんだね。はい、はい、もう終わろうかな。だってあと1玉もしくは2玉あったらもうより完璧かな。1回部分直して、募集しとくよ。うん、1回部分もうちょっと縦きれいに直してあげてね。ほんでゴーデンを中心とした水にちょっとスタイリッシュにしてあげた方がいいかもしれんね。もしかすると正方形に。スタイリッシュとは、横の水ちょっと切った方がいいのかな。うん、広いからか。大満足。満足満足。ねえ、計算通りにいかんことがほとんどだからさ、マイクラなんて。そうだよね。こんなに入ることあるんだって。驚き。ねえ。完璧じゃん。すごいよね、これは。いいね。いやー、びっくりびっくり。まあまあ、こんなわけで、ありがとうございます。うんうん。